沖縄には生きがいという言葉があります。毎朝起きる原動力を与えてくれるものだと思います。目覚まし、本当に遠くに投げ捨てようかなと思う時もあるんだけど、我慢して自分のお尻に鞭を打って起きて走りに行きます。踊りの竜宮道場に通っている生徒たちの成長を見るため。そうですね、私の生きがいは、まあ、いつも馬に会いに行くために、まあ、仕事をしに行きながら、まあ、責任を持って人とママとも接していっていますね。まあ、お客さんがね、喜んでもらえたら一番嬉しいんだけど、うん、いや、自分には兄弟もいないし、この孫たちがたくさんね、たまには孫たちが寄ってくるさね、もう本当これが生きがいである。スカイチャンピオンになりたいんだって、俺はなるんだって、家族のために、チームのために、自分自身のためにということが生きがいですね。家族があったり、友達がいたりいて、まあ、みんなに助けられて、こいつのために助けたいとか、それを国も思わずできたり、仕事も、まあ、目標があって、それに対しての勉強や努力は全然疲れない、苦にならない現状のことじゃないですかね。一日楽しむために起きてます。沖縄では、まあ、ハッピー、毎日が、まあ、幸せであればそれで生きがい